今日は暑い中、集まっていただいてありがとうございます。ドーバリングセッションということで、2人の、3人いてるんですけど、2人の作家が5分ごとに、後でまたルール説明ちゃんとしますけど、まあ、5分で書いて、次の5分でまた違う作家が書いて、次の5分でまた違う作家が書いてというふうに、1枚の絵をまあ、20分で2人の作家が交互に描いて仕上げるというのをライブでやってみようというのが今回の、イベントの大体の、まあ、そんな、なんていうんですかね、まあ、そういう感じです、はい、で普段は、僕自身の制作でいうと自分で線を描いてでそれをこうちょっと一部消してまた描き直したりとかでまた消して描いて描き足していってっていうふうに自分の作品をどん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 上書きしていったり消したりすることで、前の自分と対話したり、まあ、またはこう前の自分と戦ったりしながらこう画面の中で絵を描いていくんですけどもなかなか自分の手癖みたいなものの次の自分の絵っていうのに向かうのにちょっとまあ難しいところがあってできたりできなかったりするんですけども、いろいろ、まあ、描きながら作っていくタイプの作家さんっていうのは皆さんいろんな手を使って次の自分の絵っていうのをどんどんそこに探していくっていう作業をしていると思うんですけど僕もそれをしているんですけどそのいろんな方法の中で、まあ、禁断 の, そのチート技法というか、そういうのがあってそれは何かっていうと人の作品を自分の方に引き戻して描くっていう方法をするともともと違うものを自分の方に引き戻す作業なんで自分の体を外に破っていくよりも楽にすごく変わったなおかつ自分で描いた作品が出てくるっていうのを発見して自分でも上書き作品っていうので人の DM を集めていて勝手にこう上から描き直して描くっていうのをやってるんですけどどっかで実際の作家さんとそれをこう実物の作品でやってみたいなとずっと思ってて でもやりたいなと思ってもなかなかそれをやる機会っていうのがなくてで今回こういうイベントの応募、まあ、があったということでもうここでやるしかないなということで、応募して今に至ります。でどなたの作家さんいろんな、まあ、書きながら作ってくれる作家さんっていっぱいいてはるからもう誰にしようかなってこの中にも僕の頭に浮かんだ人が何人かいらっしゃるんですけども、ちょうど、9月7日から、9月7日から9月24日までにの間に、金子さんが運営されている2キロワットギャラリーという滋賀の大津のギャラリーで、3人展がありまして、まあ、3人展というか展覧会がありましてでそこに参加されている、まあ、お二人の作家さん合わせて3人ですけどもこの3人ちょうど考えてみたら中尾さんは、まあ後でちょっとあるかもしれないんですけど写真からトレースした線をもとにそれをこう自分でこう自分の作品に変えていったりとか黒瀬さんに至っては前ねキャズでされてたやつカバーテンってやつでピカソの絵をバラバラに一遍解体してつなぎ合わせた上にもう一回自分で描いていくみたいなことちょっとなんかこれができそうな作家なんかちょうど2人、展覧会控えていらっしゃるので今回この2人を呼んで、呼んでというか来ていただいて、一緒にやってみようということになりました。で、ここにいらっしゃるのが、長尾さん、長尾圭さんと黒瀬正子さんです。ちょっとあそこに作品がかかっているんですけどちょっと、商品ちょっとかかっているんですけども黒瀬さんは複製というか縮小顔コピーなんですけども実際はこれの10倍もっとでかい何十倍か大きさなんでちょっと自己紹介できなくなるので軽くお願いします。そこの、まあ、真ん中の作品になります。長尾圭と申します。よろしくお願いします。僕山岡とします一番こっち側ので、まあ、こういう形で、まあ、やらせていただくというのは、まあ、最初のとっかかりとしては、まあ、その2キロワットの、金子さんの、声かけという形でこの3人というような形 で、まあ、今回のこの企画に関しては山岡さんがちょっとまあこういうような形のことを考えてくださったので、まあ、私自身もこうどういうふうなものが描けるかというのは全然、分かってないんですけども、まあ、自分自身
違うモチーフというか人が描いたものの上に描くっていうのはある意味まあ何らかのモチーフがあるとは思うので、そこからまあ何かこう描いていくといいかなと思っております。よろしくお願いします。一番向こうの、クローセと申します。山岡さんが今言っていられたようなことと重なるんですけど、絵画っていうのは基本的に私のものというか私のものであるというところからなんかスタートするようなところが多くて、で一旦それを外側に一遍出してまた自分の方に戻してまた出してっていう作業っていうのは絵画の中ですごく必要だなっていうのをずっと思ってきまして、で僕が今やってますのは自分の描いた絵に絵を全くそのまま複製コピーした上に、まあ、自分が別人のようになってさらにその上に描き加えることで全然また違うイメージの絵に仕立て直していく、それをずっと続けて、絵を描いていくんですけど、それをさらにまた合体して一つの絵にもう一回こう仕立て直すというか、だから自分の絵をまあ分解して外に出してさらに自分の中に入れてさらにまた自分じゃないものに委ねるみたいなことを全部自分の一人の中でずっとやってて、でそれを山岡さんはまた別の形で多分違うアプローチの仕方をされてて、でも考えてることのこう通底するところがあると共通したものがこう感じるところは出会った時からあったんですけど、で、まあ、今回、多分それぞれの作家の世界観というか絵画における世界観というのは微妙に違ったり持ってるものが違うと思うので、そのきっとここに、まあ、出てきた作品は世界観の違いが謙虚に出てくるはずなので、その世界観を自分の方に引き寄せたりまた相手の方に引き寄せ、まあ、持っていかれたりしながら結果どんなものができるかというのは、まあ楽しみながら怖がりながら楽しむというか、まあ、まさしくそういう状態なので、それと今日見て分かったんですけど、もうほとんど材料も紙も三者とも初めて出会うようなものを相手にしますので、いつも使ってる絵の具とかそういったものがもうほとんど禁じ手のように使わせてもらえないところで今回しますので、自分たちもどこまでできて予定が立たないような状態でやることになりましたので、非常にスリリングですので、まあ、そのあたりを共有してもらうと見ていただいててもスリリングさがね伝わればいいなと思います。ありがとうございます。ここで改めてウールの紹介をさせてもらいます。そんなチャンネルさんじゃないですけど、さっきもちょっと言いましたけど、3人いてますけども2名ずつやります。2名1組で、その1組が20分絵を描きます。で、総当たりなんで3人いてると3つの組み合わせができるんで、3回ドローイングセッションがあるんで作品は3枚仕上がります。で、1回のセッションで先行方法があって、で、まあ、各5分ずつ、例えば1回戦目は戦うわけではないですけど、山岡が5分書いて、その次の5分で黒瀬さんが書いて、次の5分で山岡が書いて、次の5分で黒瀬さんが書いて仕上げるという4回で仕上げます。5分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 で仕上げで、画面の上に何を書いてもいいし消してもいい、まあ、相手が書いた線を、まあ、消してもいいです。ね、で、切ったり破いたりとか貼ったりとかはなしで今回はやります。で、最後の5分に当たる作品、1回戦は黒瀬さんになりますけど、戦いじゃないですけど、最後の5分に当たる作家は相手に忖度しないで自分の作品として仕上げます。だから普段の作品何かを参考にしてそれを自分の作品に仕上げるのと一緒で、仕上げて、で、最後に仕上げた作家の作品となります。でサインを、まあ、最後向きを決めてもらってサインを入れたら向きが決まるんで、で、相手の作家も、まあ、サイン入れさせてもらうという感じで、でこっちにこう貼り付けて一応ちょっと目安のあれますけど、貼ってますけど、
で、3回できるとですね。でこれはまあ、 1回戦とか言うてるけど勝負じゃなくて、セッションで作品を作っていくことなんで、他の作家が手を入れた画面を素材としてその次当たった作家は、捉えて、であくまでも普段の制作で、まあ、次の工程次の工程というふうに次の自分を探していくみたいに、画面と対話しながら、画面を生成していっていくということなんで、ちょっとまあ、戦いというような感じも対戦という感じもあるけど、まあ、殺し合いをするわけじゃないっていう、絵の殺し合い、いや、ほんまじゃないです、絵の殺し合いをするわけじゃないっていうことで、まあ、自分の作品として仕上げていくということで、やりたいと思っています。何か質問はい、はい、はい、そしたら、あ、そんで、2人やってるんで、1人の人はタイマーで、ちょうど20分のため、ちょっと時間が。あ、ちょうど今ですね、いい感じですね、5分刻みでゴングが鳴りますので、僕からですね、クロスさんを適当にその辺に置いてください。はい、ここ持っといて、座っといてください。はい、で僕からやりますので、はい、緊張します。はい、それでは始めさせてもらいます。5分パッと入れ替わりますので、はい、用意スタート。はい、静かな、ご判断ください。Oh!
消えへんぞ、これ。もともと消えた。後が消えへんで。ああ、はい。もう消しゴムで消える。1000円やったの。過去はまともに。
40番です。焦るなこれ。なんか焦点なんかあれやったみたいな。せかってるんですね。あと20秒ですね。きっかけ欲しいよね、なんか持っていくためのきっかけ欲しいよね。あと2分あと2分、はい、もっと薄いよ。
30秒別に、ざわざわ、ほんまに、
それはないなという感じとか聞いていただいても、それはいいねっていうの方がいいんですけど、まあ、ご自由にご判断いただいて、で、ドリンクのお買い求めは何度も言うのであるという、自由になっていただいて、そしたら、別に静かにしなくていいので、このままできます。じゃあ長尾さん、長尾さんと山岡の、5分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 で山岡が仕上げるというやつになります。よろしくお願いします。じゃあスタートで。スタートします。はい、スタート。マジさん、はい、もうスタートしましたよ。よし、行きましょう。綺麗じゃないですか。怪我し。なんか。
爽やかな。どういうことなんですか。爽やかなやつを使ってる 色もね、そう爽やか。よこした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 あ、そんな感じ。落ち着いてるんで。はい、残り10秒。はい。5秒。はい、交代。無謀やすごいすごいこ
い、30秒。あ、僕仕上げるんですよ。いや、あー、いた、仕上げるよ。いや、僕は多分もう一回なんかでしょ。もう爽やかな世界、もうさらに別に爽やかな結構じゃなくてもいい。結構もあるよ。はい、4、3、2、1。これどう？自分で回転消しますね。
あと30秒、はい、調子が良かった。もう最後はね、僕も3年にしてもらえるんですよね。そう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 。あ、ちょっと、なんかそれ。すげえさ。はい。あー、ちょっと待って。なんか。いい感じやな。こういうのいらない。そしてさ、ね。I'm sorry.
30秒。これ邪魔すね、これだけだ。いらんかったんですいつものやつ。いつものやついらんねん、今回。あと、はい、10秒、4問。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。お願いします。仕上げ難しい。仕上げ難しい。仕上げでも難しい。ここでも考えてない。あ、そうか。ルールがまた進化していくでしょ。また5分休憩になりますので。じゃあ始めます。スタート。
自分で書く方がいいとか。そう、だからこう。やっぱり最初の方がいいじゃん。やりやすいよ、渡してるのなんか2人また言う、はい、やりやすい、あと5秒です、4、3、2、1、はい、ありがとうございます、はい、交代です、
これいい感じですこれどうするんやろフィッシュはどこがいい感じですよね。見ても何言うてんこ
次の次で完成ですね。今回長尾さんが完成ノリオでやってますね。そんな長さにいいですか。嘘だけどはないですか。やってくださいね。
そうそうそう。ターンは終わりですね。ヤトさんさ、大取りですからね。ちょっと長めにやった。ちょっと休憩できなかったから、時間は。ナイロさん、ちょうどや。ちょうどや。じゃあ、10分は待つ。ピンク色があるんですよね。オレンジ、あ、何か。オレンジがないね。ドラマとしかない。うん。オレンジは欲しい。オレンジかな。ないですね。すみません。色あんまり使わない。今回はこうだね。すみません。これ話は、これ
すごい今日一日分のスタイルじゃんこれ、これ消し方もですね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 消し方やからね、仕上げてもらってその辺で消してしもたらええかも消し消してしまってええかもあもうええとこで止めてくださいね、はいはい、これちょっと消してしまったこの辺で消していや、絶対ええなこれ消えないですかいや、これもう消してもらういや、絶対面白いですよちょっと、え これ、どうすでこれは消えますよもう消えますこれ、マジやこれいいなマジ消えやんいや、絶対ほらこれでいい絶対見ない。これで。ね、こっち上で、こっち下で、こっち下です。こっち下です。絶対いいです。ほら一番いいや。すみません、延長戦でした。いや、いいです。いいです向きはこっち。モラもこっち下、こっちが下、はい、みんなが見てはるのの逆や、うんうんうん、あのいい絵だと思いますこれはねもう最後はもうちょっと時間あったらいいとこ見てよ時間あったら最後の5557ね、うんうんだから考えたこれ最後あの逆さまで見てもらおう割と悪くないと思いますよ仲良くなる感じですねガード下で殴り合った後にセッションしたのこの回でしたね最後もう一緒にやってましたね本来これな本来はいや、困るのがいいですよここじゃ後でみんなに見てもらいましょう逆さまのやつ困るのがいいですよ倒れんねこれでも中尾さんが食べるやつあ、そうですよこれ一番途中でちぎれますよし、うん、あ、いいですかめっちゃ言うやないですかこれだけめっちゃ言うじゃないいいと思いませんあ、まあ、そう言われたらそう言われたらこの企画向いてへんなあれ毎回やりたかったんですけど企画したんですけど向きは聞いてます高さはい右、じゃあ左もちょっとだけ下げてはいはいはい、いいと思いません、うん、ちゃんと笑顔を持ってくれやっぱりあの人がやったやつ
っていうのはやっぱりものすごく大変です。で、まあ、もちろん作風が似てたり、それからあの、まあ、持っていく方向が似てる場合はあの逆にあの、まあ、助け合うみたいなところができるんですけど、あの山岡さんのようなタイプの人が入ってくるとなかなかあの戦うという感じになってそうじゃないと思うと思うんですけど、でやっぱりあのそれも含めて多分やる側の面白さやと思うんで、あのあまりね仲良しクラブのようにやってても面白くなって、うん、それからあのまあこういろんな組み合わせがあったり、その時のまた調子みたいなものがあったりして、ちょっとその辺を楽しむことかな、うん、それから最初はちょっと本当に自分の自由にならないとこと、なんかフラストレーションみたいなことと、まあいろんなことがちょっとないまでになりましたけど、だんだんやってるうちに なんかこう それが面白さにこうつながってくるみたいなとこが体感としてね味わえる感じでした。はい、江藤さんどうでしたか。いや、まあ自分自身がまあ普段か核戦ではないものがやっぱりもう前提としてあるんで、それにどういうふうに寄り添うというよりも山岡さんの場合はね寄り添うのかどうか抗うのかどうか一人問題自分まあでもそれはそれでだからこう面白くさせていただいてありがとうございます。いや僕こんななんか嘘っぽい感じするんですよ。真剣なんです。あ、そうなんですね。まあこういう機会をいただいてありがたいです。なんか自分自身だからなかなかこういう線がこういう色を使うのかというのを気づかせていただきました。ありがとうございます。恥ずかしい。山岡さん、いや、お前絵描きじゃなかったんだっていうことが元々分かってましたけど、改めてね、絵描きっていうのはこういうことなんだっていうのを勉強させていただいたけど、僕はできないんですけど、この、すいません、なんかすいません、時間がやっぱ、この順番はねちょうど良かったな、最後にこうね、もう一緒にもう言うてやるぐらいの感じになったんで、あれが最後で良かったなとはね思いました。最後ね僕やったらどうすんねんっていう感じになってたんで、で時間的にはね、さっきおっしゃってましたけど、だんだん増やしていくとかね、最初5分ちょっと長いんですよね。そうですね、最初は別にそんなに時間があって3分、5分、7分みたいな感じで、まあ、10分みたいな感じでやってもいいかなっていうのが、やっぱり時間がね、最後限られてても、うん、カウントダウンされながら絵って書くもんじゃないから、本来はね、今絵でなんですけど、そこはちょっと考えるところかなっていう感じはします。もうできたところで終わりみたいなのでもいいかなとも思いますけど、そうやってやっててね、なんかこう相手に投げ渡すみたいな感覚がちょっとあった方がいいのかな、うんうん、要するに自分の世界にこうまあ絡めと、まあ、自分の世界で完結したものを渡すんではなくって、なんか相手にちょっとこう、うん、まあやってもらうという、何とかしてくれっていう感じの渡し方みたいなことが途中段階では あると、なんか面白いものができるような気がしました。うん、それを自分の方へ引き寄せる、自分の方へ引き寄せてお互いやってると、結構自分らでおしで組のしでやってるような感じがありましたから、その引きみたいなの結構できるかなと思ってたんですけど、うん、やっぱりこう掘り出すというか、相手側へ掘り出すみたいな、この線なんとかしてくれみたいな感じで渡す方がいいような気がします。2対1で今そんなことない、そんなことない、もうそんなことない、こう言いましょうか。こんな感じで、なんかご意見などあったら、ありますか？
もっとあの次もしやるんやったらね、やるかどうかもあるんですけど、自分もさせてくれという人だったら言うだけあのメッセンジャーもタイムラインに乗らないあとなんか自分がやる時がもしあったらそれやってもあのアドバイス的なものがもしあったら弱ってるとかね、一応向こうも慣れてくるほら、どうしていいか分からんっていう感じがもうアイアに出てるもんなこれ、黒で書きたいのか黒で書きたいの真ん中に真ん中も悪くないよ、いい感じ悪くないですよ、教科ねえ、優しいまあ、最後はせやけど、まあなんかあの力もね、それがね、ほんとちゃんと作品に対するご意見で、色別に担当を挙げたら面白い色別に黒、オレンジあ、黄色もう決めれちゃおう全部色が出すぎると迷いすぎますよね、やりながら同じような色がどうしてもそうですね、まあ、最終的にそうですね、同じような色のなるんで、あの、まあ、あの揃えた色の数にもよるんでねすいません純色でいいかなと思った赤やったら赤、青やったら青、黒やったら黒だけっていう感じだからそれぞれそれで加減が変わってくるこうなっちゃうねメッセージなんか最終的に長尾さんの今日着られてるシャツの色と作品が一番いい店かなって思って長尾さん作品班やったんかなっていうこれ何ですかやったんねんよね今日はやったんねんよ言ってない全然そんなことなかなかやるな貴重な声服装もじゃああまり目立たない色味をなんだない急にそしたら穴吐き出す人が入ってても面白い急に吐き出す人、そしたら、こんな感じになってますけども、あとこれどんな感じもうバラバラ当然作品見てもらう、まあ、作品見ていただいたり作品してる間に作品見ていただいたり、うん、あと作品に何かオファーがある場合はもちろん今回の展覧会の方針だけそうですよ最初にも言いましたけど、9月7日から9月29日の間に、大津の2キロワットギャラリーで、3人の展覧会があります。で、休みの日がね、ちょっと、月火水が休養なんで、木金9月7日から9月29日クナンの日からクニクの日まで木金土日やってますので、大津って京都駅から8軒ぐらい、5分あの意外と京都駅から5分で大津の駅で駅降りたらもうただチャラッと上がったらさっとちょっときついですけどあの上がったらもうただ上がったところにも見えてただ上がった時にも見えてるぐらいのところにあるので、ぜひぜひお越しください。これが出るかどうかはあの自分だけで描いた絵がシーとしてはあっちの感じでするそうそうそうあの、はい、自分で描いたいから、ね、よろしくお願いします。で、もうあのありがとうございました。僕もちょっとそうです。同じ時期にちょっと僕個展もやります。それでちょっとこうか見えますかね。はい、あの神戸の
ギャラリー会というところで、14日からこの、2キロワットでのグループ展と同じ時期になりますけれど、個展もやっております。よろしかったら神戸のギャラリー会、ギャラリー会です。よと神戸元町にあります。9号日は何、14日から27日で、休労日なしでやっております、はい。まあ、少し案内状もありますので、もしよかったら、はい。ちょっとすみません、皆さんお疲れのところ、まだもう一つだけ、心斎橋のところなんですけども、ギャラリー佐々木商店さんというところで、まあ、陶芸とか、まあ、いろいろな、まあ、作家の方が集まってというのに、私も、まあ、ちょっと参加させていただいてというので、これが9月の20日から9月30日まで、やらせていただいてもらう、展覧会です。小柳さん、野原さんとかも、まあ、参加されている、展覧会で、もしよろしかったら、ご覧ください。チラシの方もちょっとまた動かしてもらいます。それではあとはもう335、ありがとうございます。